ジョセフ・スティーブ・サキックはカナダの元アイスホッケー選手。ブリティッシュ・コロンビア州、バーナビー出身。ポジションはセンター。ケベック・ノルディクスとコロラド・アバランチ所属でナショナルホッケーリーグで活動した。19年の選手生活でチームのキャプテンとしてスタンリーカップを2度獲得。個人としてもハート記念賞を1度、コーンスマイス賞を1度ほか多数受賞。 NHL オールスターゲームには13度出場し、2004年には MVP を受賞。オリンピックにも3度出場し、2002年のソルトレイクシティではカナダの13大会ぶりの金メダルに貢献。トリプルゴールドクラブの資格を得た。2009年7月9日に引退を表明。引退時点でのレギュラーシーズンでの獲得ポイント数は歴代八位。ゴール数は 歴代14位、アシスト数は歴代11位。2012年にホッケーの殿堂入りを果たす。ありがとうございます。